皆さんこんにちは。今回は芸能界で以前から大きな話題となっていたフワちゃんについてお話しします。フワちゃんといえば数ヶ月前に起こった誹謗中傷騒動で大きな話題となりましたね。その後彼女の動向が注目されていましたが、最近になって新たな展開がありました。まず騒動の経緯を簡単に振り返ってみましょう。フワちゃんは芸人のやす子さんに対して死んでくださいという投稿を SNS で行い、大きな波紋を広げました。この発言が誹謗中傷にあたるとして多くの批判を浴びることになったのです。騒動後フワちゃんは活動休止を発表し、公の場から姿を消しました。テレビ番組への出演も軒並み編集され、彼女の姿を見る機会が全くなくなってしまいました。しかし騒動はそれだけにとどまりませんでした。芸人の A マッソ加納さんが黒幕ではないかという噂も広まり、さらに事態は複雑化していきました。フワちゃん本人は騒動後に会見を開くこともなく、完全に雲隠れ状態となりました。この突然の姿勢に多くの人々が驚きと疑問を感じたのではないでしょうか。そんな中興味深い動きがありました。被害者とされるやす子さんがテレビ番組でフワちゃん見てる?とカメラに向かって呼びかけたのです。これは10月5日深夜に放送されたオールスター高野祭という番組の中でのことでした。やす子さんは SNS でフワちゃんから謝罪を受けたことも明かしていました。このことからやす子さん自身の中ではある程度の整理がついているのではないかと推測されます。また10月11日に放送された酒のつまみになる話 SP という番組では、俳優の東出昌大さんがこの騒動に言及しました。東出さんはネット上での誹謗中傷についての持論を展開したそうです。このようにフワちゃんの騒動は他の芸能人たちにも影響を与え、ネット社会における言動のあり方について考えさせる機会となったのです。やす子さんが騒動をネタとして扱い始めたこともあり、表面上は事態が沈静化したかのように見えます。しかしだからといってフワちゃんの活動再開の目処が立ったわけではありません。ここで気になるのがフワちゃんの復帰の可能性です。あるテレビ局関係者によると、復帰の鍵を握っているのは日本テレビではないかという見方があります。フワちゃんは地上波での出演が多かったにもかかわらず、レギュラー番組は日テレ系の行列のできる相談所だけでした。しかし彼女の何でも体当たりでこなす姿勢は関係者からの評価が高かったそうです。プロレス挑戦企画など彼女の積極的な姿勢が印象に残っているのでしょう。現在番組のホームページからフワちゃんの名前は消えていますが、正式に降板したわけではないそうです。番組関係者の中にはまだフワちゃんの能力を高く評価している人もいるとのこと。復帰に向けて急ぎ番組を行うとすれば、日本テレビが最有力候補だと言われています。このような状況の中フワちゃんは大きな決断を下していたことが明らかになりました。それは事務所の移転です。フワちゃんは個人事務所で活動していましたが、騒動から1ヶ月ほど経った頃事務所を清算したという噂が出回りました。実際フワちゃんは東京渋谷区内のマンションに置いていた事務所を引き払っていたのです。この事務所はフワちゃんがブレイクした後の2020年10月に移転したものでした。渋谷駅から徒歩5分ほどという一等地にあり、築年数が40年以上ということで、家賃は月10万円ほどだったそうです。騒動以降ひっそりと事務所を引き払ったということです。この情報を確認するためフライデーデジタルの記者が9月下旬に以前の渋谷区内の事務所マンションを訪れたところ、すでに引っ越した後で事務所はなくなっており、清掃業者が作業をしていたそうです。さらに事務所の法人登記簿を確認すると、10月11日付で渋谷区の事務所を引き払っていたことが判明しました。そして驚くべきことに、事務所は神奈川県内のある商業ビルへ移転していたのです。記者がその住所に足を運んだところ、5階建ての商業ビルで、
そのうち2つのキザ橋はレンタルオフィススペースになっていました。ビルの1階にはレンタルオフィスの郵便ポストが100以上並んでおり、その一つにふわちゃんの個人事務所の名前が記されていたそうです。このレンタルオフィスは郵便ポスト付きの法人登記なら1万円弱から利用可能だということです。ただしパーテーションで区切られた小さなスペースがあるだけで、有名人の芸能事務所としての機能を果たせるとは思えないそうです。この移転についてある芸能事務所関係者は次のように分析しています。実質的には事務所を畳んだものの、いつか復帰する可能性を考えてコストを抑えて形だけは維持したいということではないでしょうか。つまりふわちゃんは完全に芸能界から引退するつもりはなく、将来的な復帰を視野に入れているのかもしれません。しかし現時点では活動再開の具体的な予定は明らかにされていません。事務所の移転や今後の活動再開の予定についてフライデーデジタルが事務所に質問状を送ったところ、次のような回答があったそうです。現在本人は活動休止中ですので、回答は控えさせていただければと存じます。この回答からもふわちゃん本人や事務所側が慎重な姿勢をとっていることがうかがえます。しかしそんな人気を博したふわちゃんが現在大炎上中で芸能活動を休止するという事態に陥っています。今回の騒動では約2億円の違約金が発生する可能性まで取り沙汰されており、芸能人としてのキャリアが終わったのではないかという噂まで出ています。ところが意外にもふわちゃんの周囲では芸能界引退を望まない声が出ているのです。なぜ周囲の人々はふわちゃんの芸能界引退を望まないのでしょうか。その理由にはふわちゃんの持つ特殊な立ち位置や芸能界の裏側に関わる興味深い事情が隠されています。その理由として最も大きいのがふわちゃんの暴走を恐れているということです。ふわちゃんは芸能界での交友関係が非常に広く、同時に暴走キャラとして知られています。つまりふわちゃんは芸能界にとっていい意味でも悪い意味でも爆弾のような存在なのです。ふわちゃんは過去にも失言が多く、言ってはいけないことを YouTube や SNS で話してしまう可能性があるという恐れを周囲に抱かせています。しかしこれまでふわちゃんが大きな爆発を起こさなかった理由として、芸能界にいる間は親交のあるタレントたちが注意を払ってきたという事実があります。つまりある程度抑制が効いていたのです。しかしもしふわちゃんが芸能界から完全に距離を置いてしまったら、そういった抑制が効かなくなる可能性があります。そうなればふわちゃんの暴走キャラに歯止めがかからなくなる恐れがあるのです。特に芸能界の裏側を暴露するような内容は YouTube などの動画配信プラットフォームで非常に人気の高いコンテンツとなります。世間の求めるものとなってしまう可能性も十分にあるのです。完全に失ってしまうのは芸能界にとっても損失になる可能性があるのです。一方でふわちゃん自身の立場から考えても、完全な引退は望ましくない選択かもしれません。ふわちゃんはこれまで芸能界で築いてきたキャリアや人脈を持っています。特に YouTube や SNS での活動を続けていく上でも、芸能界とのつながりは重要な役割を果たすでしょう。ゲストの出演やコラボレーションなど、さまざまな形で芸能界とのつながりは活用できるはずです。またふわちゃんの年齢も考慮に入れる必要があります。ふわちゃんは1993年生まれで現在30歳です。芸能界でのキャリアはまだ始まったばかりと言えるでしょう。今回の騒動で一時的に活動を休止することになりましたが、まだまだ成長の余地があると言えます。完全に引退してしまうのは、そういった可能性を潰してしまう危険性もあるのです。そしてふわちゃんのファンの存在も無視できません。ふわちゃんには多くのファンがいます。彼らはふわちゃんの個性的なキャラクターや表現力に惹かれ、応援を続けてきました。そういったファンの期待に応えるためにも、完全な引退ではなく何らかの形で活動を続けていくことが望ましいと言えるでしょう。ここで謹慎後のふわちゃんの気になる話題をご紹介します。
10月上旬の平日、都内のある場所では朝日奈央さんの盛大な結婚式が行われました。そこに大炎上の末に表舞台から姿を消して、すっかり火中の人となったフワちゃんも駆けつけていたのです。その現場を目撃した女性がこのように話しています。午後からの式の時間が近づくと、徒歩やタクシーでたくさんの人が集まってきました。そこにフワちゃんが自転車に乗って現れたのです。いつものド派手でカラフルなファッションではなく、ベージュのマスクをつけて、全身黒のドレッシーなオールインワン姿。左足はピンヒールのパンプス、右足は厚底の靴と、なぜか左右違う靴を履いていました。少し痩せたようには見えましたが、それでも元気そうな様子で、先に到着していた青山テルマさんと合流すると、仲良く式場に入っていきました。公私ともに仲のいい朝日さんの晴れの場ですし、すごく嬉しそうな表情をしていましたよ。謹慎中にもかかわらず知人の結婚式に参加していたフワちゃんですが、この出来事について世間はどう感じているのでしょうか。ここで最後にフワちゃんの収入面についても触れておきましょう。今回の騒動前、フワちゃんの年収は約1億2291万円と推定されていました。これはテレビ出演料、CM ギャラ、X のサブスクリプション収入などを合わせた金額です。しかし、活動休止に伴い、この収入の大部分が失われることになります。そのため、活動再開後しばらくの間は、以前ほどの収入を得ることは難しいでしょう。ただし、フワちゃんの持つ影響力や人気は依然として高いため、徐々に回復していく可能性はあります。特に、YouTube 等での活動を通じて新たな収入源を開拓できる可能性もありますね。いかがでしたでしょうか。今回は芸能界で以前から大きな話題となっていたフワちゃんについての最新情報をお伝えしました。これからの動向から目が離せませんね。注目しておきましょう。最後までご視聴いただきありがとうございました。コメントを残してくれると嬉しいです。チャンネル登録、高評価もぜひお願いいたします。それではまた。